バタフライエフェクト、小さな蝶の羽ばたきが数週間後に驚異的なハリケーンへと発展するように。なるほど。いや、分かってないけどなんかこんな蝶々をまじまじと見ることってなかなかないよね。些細な決断が運命をも変える。もう面白いけどな。あなたの選択が物語の展開を大きく左右する。これがあれか、道筋がこれだけたくさんありますよみたいな、阿弥陀くじ的な、阿弥陀くじ的なことやね。うん、はいはい。これだけの、その物語は無数の可能性の中の一つに過ぎない。慎重に決断をしよう。はい、ここまでのあらすじですね。こうやってね、はめられて、いじめられて、ハンナが、いやーってなって逃げていっちゃったんですよね。で、それを姉妹であるベスが追いかけていきましたからの、二人とも落ちて死んじゃいました。で、一年後その事件があったところので遊んでたコテージに、まあその二人を弔う意味も込めて、もう一回みんなで集まってパーティーをしましょうって言って、今集まっていってるっていうところですね。うん、助かった。死ぬかと思ったよ。あと10分経ったら自分の足食ってたかも。もうクリス黙って、寝ようかって言ってたぞ。お前、ここも全部筋肉だ。あ、そうだよ。面白くないお前、いじりがいがない、配信のしがいがないお前。お、バタフライフェクト更新された。あ、これから更新される。さんが僕たちの親友でありクラス委員長のマイク・モンローに恋してるみたいだぜ。うわ、もう最低だわ。うわ、中学生みたいなこいつ、モテへんな、やべえわ。まあいいから、さっさとロッジに向かおうよ。こいつ生きるか死ぬかの場面が来たら殺そう。ここで少し待って。こいつを死ぬ選択をしよう。めっちゃ苦手なタイプや俺。それじゃサム、なんかね、なんか綺麗じゃない。無理だわ、眺めることを綺麗。そしてサムは、サムはとにかくタイプ。本当になんでケーブルカー降りてすぐのところに立てなかったのかな。いや、みったらしいね。アイクの元彼女、さっきのね、出てきたエミリー、知的、臨機応変、口がうまい。まあ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 。肌荒れ気味やね。それだと、見た目が悪いんじゃない？マット、熱心、エミリーの彼氏、野心家、エネルギッシュ。なるほど。ここベルボーイもなんか、マットはいいやつそうやね。エミリー、自分で持てよ、荷物。人に、男にカバンとか持たせてる女めっちゃ嫌いやわ。持ってあげるとかっていうのはさ、わかんねんけどさ、なんていうの、自分の荷物やろって思っちゃいますね、俺なんかはね。知的、活発、口がうまい。マイクは出てきたね。マイクはさっき手紙を書いてもらってた子やね、ジェスかなんかっていう女の子にね。で、エミリーの元彼氏でもあると。面白くないですね、全然。びっくりもしなかったですね、それで言うと。確実に失っていくだろうね。はぁ？バッグ全部。なんで？サムに会いたいの？自分で持てって言ったよな。お前マジ嫌われるよ。話さなきゃいけないことがあったのを忘れてたの。後でじゃダメなの？もう。ポカホンタスに憧れたみたいな見た目してるけども。まあでも男らしいからさ、心配とかしちゃうよね。エミリー、一人でこの道を戻るのは危ないんじゃないかな。ほら、めっちゃ優しい。寒いし、暗いし、この暗さから私を守ってくれるってこと？荷物はここに置いて君についてく。いいんじゃない？
マット、あなた正気？私を5分も一人にしとけないの？私子供じゃないのよ。だからそうじゃなくて、私の言うこと聞けばいいのに、どうしていちいち何でも口出してるの？ごめん、そのうわやべえこいつ。力になりたいって思うんなら、こいつやべえ。荷物を上まで全部運んでよ。は？お前が持って行けよ、うん、帰り際に持って行け。わかった、いいよ。うわこいつも生きるか死ぬかの選択肢が来たら絶対に死ぬ方を選ぼう。キモ。アシュリー、クリスのことが好き、詮索好き、素直、勤勉。まあなんか全員なんかいいところもあり、一つ欠点的なところも入れてきてるっていう感じなのかな。詮索好きってもうマイナスな言葉でしかないもんな。うわうわ、あーちょっとなんだか親密になっちゃってる。あれこれって、全然友達って感じじゃないよ、ね、さっきの俺の嫌いなやつと嫌いなやつ同士じゃね。あ、そうか、もともと付き合ってたもんな、ここは。話によると、うわ、もうおさわりとかしちゃって、ちょっとびっくりしたな今のは。ちょっとびっくりしたな。やるなお前。ちょっとビビってな、欲しかったけど、まさかマジで怖がるとはね。いや結構マジでビビるよ俺も。今のもしこれゲームじゃなくて現実やったら結構発狂してるね。何見てんの？あ、やばい、やばいやばいやばい、死守しろ。それは死守しなあかん。いやでもちょっとあえてめちゃくちゃにしてみよう。うわバタフライフクトラ、あえてね、あえてちょっとめちゃくちゃにしてみる。ああ、あーあーあー、もうなんなんだよ。パーティーが始まる前にもうめちゃくちゃな。いつだってああじゃないか。だろ？そんなことは。ちくしょう。うわびっくりした。雪って溶けたら濡れるねんで。手を挙げて降参しろ。お前は包囲されている。あ、浮気野郎ね。私には逆らえません。たくましい兵隊さんに身を委ねるしか、私のようなか弱い女には。うわ雪合戦できんじゃないこれもしかして。そうだな、でもまあ男って野球経験者かもしらんしな。なかなかね。ほっ、はい、当たりません。もっと頑張らないとね。そう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 。どこに隠れてるんだ。当てるよ、当てちゃうよ、当てちゃうよ。こっちの方が強いじゃん。あーい、当たりません。情けない。あれ、この鳥さっき出てきたぞ。もしもこの鳥さっき出てきたよな。あのねえマイク、ほら天才かも。野球経験者じゃん。何もしないという選択をすることも可能です。え、絶対当てへん方が良くない？てか動物傷つけていいことなんて一つもないからね。あ、ここには撃たれへんねや。撃たない撃たない。はい、ご愁傷様です。見つけてやるぞジェス。そうしたら、もうやめ、逃げろ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 。ダメだね、ボコボコにしてやる。こいつなん？いや、なんかこいつが楽しそうなのキモいな。逃げられないぜ。じゃあ私の負け。さっき他の人とハグしてたけどね。ねえ、分かってるんでしょ。うん、そうか。これで私の勝ちってことね。うわうわー、刺激強い。ジョシュがここで初登場ですかね。ハンナとベスのお兄さんですね。なんでそっち向きで押すん？え、普通にこう、なんていうの、タイヤを押す野球部みたいな感じで押せばいいんじゃないの？なんでそんなわけのわからん押し方？そっちの方が体重かかるか？いやいや、そんなことは絶対ありない。もうなんか、そういうところからきしょいわ。はい、やっと入りましたね、なんか。今ちょっとアマゾンで届き物が来てたんで。警察が出入りしてたでしょ。一旦中断してましたけど。最近は落ち着いたんだよね。
こっちは暑くて大変だよ。冷房壊れてるから。今冷風機、もう扇風機でどうにもなんか冷風機買いましたね、もう。ああ、フラッシュバックしてる。フラッシュバックしてる。入れよ。荷物置いて好き勝手やりな。怒ってる怒ってる。なくてもやり放題だろ。おい、怒ってる怒ってる。徹底的に喧嘩させようかな。あー、まあ、あー難しいなこれは。そうやな、まあ俺はこいつ嫌いじゃないから悪いやつになってほしくない。俺の彼女に手を出すなよ。おい、何のことだよ。エミリーに手を出すなって言ってんだ。エミリー、俺とエミリーはもう関係ないだろう。しらきんのが、ここはもう行かなあかんで。このクソ野郎、調子に乗りやがって。誰もお前のことなんか。お前マジで何なんだよ。クズか。よくこんな白切れない。よっしゃ、いけ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 、殺せ。にしろよ。喧嘩するためにわざわざここに来たわけじゃないだろう。楽しむために来たんだぞ。おいマイク、ジェスを連れて例のコテージでも見てくるのはどうだ。ああ、どっか行けボケ。あれ、バッグは？てめえ自分で持ってこねえからだろ、このクソ女。ロデオで買ったやつ。マット、聞いてる？やだ、ちょっと覚えてないの？私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。なんでもいいんだよ、てめえのカバンをてめえで持たねえから悪いんだ。あの子がスタジャンのこと。女子を責めるな、俺は女子が好きなんだ。あなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。俺のジャケット嫌いなの？マット、私のバッグ。マジで嫌い、マジでまともな死に方せえへんやろな、こいつ。まあ俺がさせへんけど。一番残虐に死んでほしい。行こうよね、このクソ女。てめえ一人で取りに行け。襲われろ。温めてあげるわ。いらねえよ。マジで何なの、自分の荷物自分で持たへん女って。こっちが優しさで持ってあげるよ、これは OK です。なんでさも持ってもらって当然。そしてねえ、なんかちょっと忘れてきたらてめえ何やってんだよみたいな口の聞き方聞けんの、ほんまに意味わからん。うわぁ、やっぱほんまにおる。ジョシュ、なんだ、ほんまにおるぞこれ。なんかリズムもやけに規則的。え、そうか、全然そうは思わないけどね。いや、こんなのさも一人でいちゃダメだ。音の正体確かめた方が。なんで？もしパイプが壊れてたらボイラーに問題があったりしたらどうする？ないね。あー、いいな、いいな。火事でも起きたら嫌だ。あ、ジョッシュ変われ俺と。まあ確かに。先に行かせるなよ。ああ、いた。だっせ。走れ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 。でも人間やったね今。終わったんじゃない？でも来たって。来たやったで。お前クリスやな。お前クリスやな。クリスやな、お前。殺す。